皆様こんにちは。ヨシアン所作教室、美しい仕草と美しい話し方のお話をいたします。実は美しい仕草や美しい話し方を際立たせるのは、これとは対極の静かな時間、こちらになります。ピタッと動かない静の時間、静かな時間、こちらが大切なんです。一つ動いたら一つ止まる、一つ話したら一つ黙る、こちらを心がけてみてください。例えば電車の車両に乗った時、車両に乗る時はもちろん動いていますから、乗り込みました、取っ手をつかみます。そしたらピタッと動かない、ガタガタ揺れますけれども、その自然の動きは任せておいて、自分の動きはそれですとか、例えばレストランに入った時、または病院などの待合室などに入った時、入り込む時はもちろん動いている、椅子に座ったら少し動かない、目線もやたらと動かさない、ピタッとして静かにして自分の時間を待つ、そういう時間を心がけてみてください。例えば今1分間止まってみてください。1分間止まるのもなかなか大変なんです。なぜならば心が落ち着いていないと人間は止まれないからです。そしてなるべく車両なので止まってみて、周りの方を少し観察してみてください。その時もキョロキョロ見るのではなく、ゆっくりと視線を見て、向こうに行った速度と同じだけ視線を戻す、そのようにしてみると、他の方の激しい動きなどはよく観察できると思います。よく見かける動きをしてみます。私がよく車両などで見かける他の方の動きをやってみます。お家の中なのかなと思うような無防備な動きなんですけれども、こういった無防備な動きをする方の心の中も頭の中も透けて見えるようです。これは非常に危険です。利用されてしまったり騙されてしまったり、そういう危険が伴います。こういった危険を犯さないようにするためには、ピタッと動きを止めて心を静かにして、そういう静かな時間が大切です。静かな時間、私がこの言葉で思い浮かべたのは、ある世界的な大スター、もう今はいらっしゃいませんけれども、ステージ上でその方が2分間ピタッ止まって動かないという演出をなさいました。その時に観客の視線がその方にぐーっと集中して、不思議な時間なんですけれども、あれは確かにステージ上の演出ではありますけれども、私たち一般人にも通じる美学が中には含まれているかなと思います。その他の時間、お客様としてお茶室にいらっしゃる時には静かに参加していただいて、ほとんど話し声も立てないようになさっていただいております。それはお点前をなさる生徒様に集中していただきたいからです。一座建立という言葉があります。お客様も含めて一つのお茶席であるという言葉です。こちらはとても非常に大切な言葉で、何も茶室に限ることではなく、自分の行動が他の方に影響を与えてしまうという意味です。ぜひレストランや公共の場で静かな時間を持ってみてください。静かな時間を持つことで心が安らかになっていきます。心が安らかになっていくと、他の方の心も安らかになっていきます。そうするとご自身がとても大切に扱われます。大切に扱われますと、ご自身も他の方を大切に扱います。そうすることで幸せの循環が生まれていきます。大人の女性にとても大切な素養かなと思います。試してみてください。よろしくお願いいたします。ヨシアン所作教室では、大人の女性に求められる美しい素養を総合的に学んでいただきます。具体的には、美しい姿勢、立ち方、歩き方、座り方、また和室での総合的なマナー、
懐石料理、和食などの美しいいただき方などです。私どもと一緒に大人の女性を目指してみましょう。開講日は火曜、水曜、木曜、土曜の夕方4時から、そしてもう一つのコース、夕方5時からとなります。お教室の最後には抹茶と和菓子でほっこりリラックスしていただきます。そのお抹茶の美しいいただき方、また和菓子の美しいいただき方なども学んでいただけます。私どもと一緒に美しい大人の女性を目指しましょう。よろしくお願いいたします。